わたるくんです。どうぞ。はーい、こんにちは。 Very Fantastic。 よかったですいやマジで、あの裏声とか自分今悩んでるんですけど、めちゃくちゃ高いところも出てて参考にしたいなってぐらいでした。あ、よかったです。ありがとうございます。わたるくんは今日は何を披露してくれるんですか？今日僕が披露するのはビリミリオンっていう曲とマジックです。楽しみですね。いや、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ります。頑張ってください。はい、改めまして自己紹介をしたいと思います。元気いっぱい、わたるでーす。なんと今年入って4月に入りましたね。やっと中2になりました。中学2年生。いやもうね、14歳の時、13歳になりました。めちゃくちゃでかくなりましたねって思ってる人います？いないですよね。これ今あの身長155センチないかあるかぐらいなんですけど、これからもっと伸びて来年には15センチ伸びたいと思います。15センチ伸びたら168センチになるんですけど、その頃にはみんなを抜かしたいと思います。最終的にはみんなを抜かしたいと思います。見てろよというわけで早速1曲目に入りたいと思います。ゆりさんのビリミリオン。老人が君に言いました、残りの寿命を交わせてよ。50年を50億で買おう、人生をやり直したいと。ただ起きて食って働いて、寝て起きて働く毎日だ。それなのに手放したくない理由を考えてみたよ。体も痛くなるだろうし、友達もいなくなるだろうな。恋愛もできなくなるような、その値段じゃ売れないな。僕が生きてるこの時間は50億以上の価値が。ありがとうございました。実はね、マジックを用意してきました。あなた、この3つの色の中で一番好きな色を選んでください。赤。実は僕、あなたが赤を選ぶことを知っていました。ドゥ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 。はい、あなたは赤を選びます。そして僕のことがもっと好きになります。ということで、協力してくれたあなたにはローチャンネルのグッズとこのマジックセットをお渡しします。お渡しになります。え、あ、マジ、あのプレゼントを渡します。おめでとうございます。どうぞ。おめでとうございます。マジックね、予想以上に難しいですね。いや、最初マジックやりたいなって思った時に、いや簡単やろって思ってトランプマジックやろうと思ったんですけど、難しすぎて諦めました。
本当はあのトランプマジックやりたかったんですけど、ああいうマジックになりました。ありがとうございました。ありがとうございました。もうみんなめちゃくちゃ盛り上がってる。もうさらにもっとヒートアップしていこう。今から自分踊るんで、もっとヒートアップしていこう。続いて歌う曲は世界の終わりさんのマジックです。聴いてください。調子よ、いいノリ。このまま次の人の歌でも盛り上がっちゃってください。続いて歌う人を呼びたいと思います。ひまちゃん。はい、はい、ありがとう、まるくん。あ、疲れた。疲れた。でもね、楽しんでたよ、すごい。マジ？うん、ありがとう。すごい良かったと思います。いつも通り完璧でした。で、一回相談したいことがあって、あの、自分、とてもバカなんだ。そう見えないけどな。あのバカっていうのはあの教科面でバカすぎて、あ、そうなの。そう、国語が特に苦手で。国語ね。その国語の漢字がマジ覚えられない。漢字ね、うん、まあね。え、なんだ、え、それの何コツ。その漢字を覚えるコツみたいな、うん、あ、なるほどね。え、なんだろう。え、でも渡辺くんね、いけるよ。だってさっきマジックできてたし。マジック歌もね、歌詞いっぱい覚えてるし、いっぱいね、何文字も何文字も。ああ、そっか。うんうん、そうか。あれじゃない、青ペン使うといいかもしれない。ああ、青ペンか、うん、頭に入りやすいから。教科書だったから。そう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 、青ペンでいろいろ漢字書いて、とにかく書く。うん、だけどね、いつもわからない時、漢字は、うんうん、あの、もし鳥と回るっていう字が合体してたら、うんうんうん、それを鳥丸とかって読んでしまったりするんだよね。なるほどね、うん、だから、うんうん、その苦手だね。うん、とても苦手で、だから。なるほどね。まあ、とにかく、うん、あれかも、基礎からやれば。基礎から、うん、基礎から。鳥は鳥ね、鳥は周りは回る。え、音読み、訓読み。あ、確かに基礎から学んだ方が自分はいいかもしれない、うん、だね。うん、でもそれでいける、大丈夫。うん、中学校生活たった2年あるでしょ。2年しかないけどね。2年しかね。大丈夫大丈夫、まだまだ。 え、ということは基礎ってことは1年生から、うん、そうだね、中学1年生からやれば。はい、中学1年生から。うん、さすがに1から6は、うん、そうだね、長いもんね。あの、うん、音読み、訓読み覚えれば大丈夫、できる。あ、音読み、訓読みがちょっとまずわからない。そう、そっか、大丈夫大丈夫、絶対できるから。あ、あの、じゃあドリル、ドリル、あ、ドリル、漢字ドリルやれば大丈夫。じゃあ、頑張ります。ありがとうございます、頑張ってください。応援してます。頑張ってね、歌、うん、ありがとう。グッドラック。ありがとう。聴いてください、藤井風さんのキラリ。
皆さん今日はありがとうございました。また次のライブも来てくれますよね。ありがとうございます。また会いましょう。せーの、ありがとうございました。